たまたレオナルドさ ん長編コントなんです。私思いますけどね、レオナルドさんってね、あの二人異常じゃないですかね。かなり異常なとこありますよ、いや相当に異常なコントだと思いますよ。僕はね、時間がね、あんまり長くない方がいいんじゃないかと思うんですよ。そうですか、あんまり長すぎて変な雰囲気になりますから、で異常なコントを見ていただこう。以上で紹介終わりです。それではお願いします。我が社が倒産だなんて信じられないよ。堅実をモットーにやってきたのに。あ、伊田君、宴会の用意はできてあるよ。今夜は日本でも一流と言われるこの芸者寮をザーッと用意いたしまして、赤坂、それから、深川、それから東山温泉の古仙姉さんだ。いいな。それから駒込の。おい、どうかなさいましたか。ちゃんちゃん、実はね、実は我が社は倒産したんだよ。それは存じております。え、知ってた。知っておりました。私は携帯知ったんだよ。私は入社の際知りました。入社の際で、どういうことだよ。私は入社いたしまして、で社長にお会いして、これはもうダメだな。冗談言ってる場合じゃないんだよ。冗談じゃないです。これはもう第6巻度ぐらいって、これはこの顔ではとても人を連れて行ける人間ではない。バカにしてるのか。バカにしてるのか。ごっそうがくでございます。これは社長そういうことだ。まあそんなことどうでもいいよ。とにかくね、我が社がなぜ倒産したのか、君は先代から使えてるんだ、分かるだろう。それはまあはっきり説明したい。しかし今さらもう倒産してしまった暁をその社長問題はそういうところじゃないんだよ。何でもいいから倒産した経過を説明すればいいんだよ。私はね、寝耳に水だったんだから。似てる。じゃあ中旬になるんだよ。そういうんじゃない。いいからもう説明したら。緊張いたす。緊張いたしますと汗がおけっせる。さっと暴力がおけっせる。さっとくよ、さっと言えばいいんだから。どうだろう。よくそれで君はバンドを務まったな。しかし仙台を、仙台、私は郡山どうなんですか。我が社の倒産は、オイルショック以来のことでございます。いわゆる我が社のこの倒産に関しましては、いわゆるこのアメリカ経済と深い関係がございまして、いわゆるアメリカ自動車産業の不況が、アメリカの金融引き上げをもたらし、そして統一外閣を追い込み、官邸ロッキードを隠すと言われる中曽根総理の誕生を見たとき、果たして国民は。
我が社の倒産について。それはいいんだよ、さっと入れ、さっと。簡単に申し上げますと、我が社の、第一工場であります北海道の江差塩焼けに作りました。何言ってんだよ、まだ分かってないのか。誰が民謡歌やった江差塩焼けって何か。江差のところに作った追い分け工場の話。それを。私はそんなものしないよ。そんなことございません。社長おっしゃったじゃございませんか、北海道で工場を作ると。何の工場。北海道の雪を全部砂糖に変える工場を作る。その結果があまり思わしくなく、今が赤字続きでございます。待て、北海道の雪から一斤の砂糖も取れない。当たり前。待て、誰が言ったって。社長がおっしゃった。いつ。忘年会の時だよ、おととし。あのね、忘年会、じゃあ私が言ったとしようよ。それは冗談だろ、余興で言ったんだよ。冗談。余興。どうやったらあの雪が砂糖に変わるんだよ。大丈夫でございます。あの雪の結晶からですね、バターとかチーズとかマーガリンとか。それは会社の名前だろ。あれは雪印のマークだろ。雪からなぜバターができるんだよ。まさかこんなもんに買い入れたら突っ込んだんじゃないだろうな。1兆5000万円の。おいら、また宴会の芸をやってしまう。出てけ。ごめんなさい、そら別れる芸を芸者の時に。だら余興で言ったこと真に受けるかがどうなんだ。それで埼玉県の第二工場につく、ご報告申し上げますが、埼玉県の川越に作りました大腸菌から純金を取る。どうも、ありがとうございました。いや、これは忘年会じゃございません。これは新年会のところ。問題君だ。忘年会の新年会の年会の考えと、だいぶ時間が離れてきましたから。君は何か、重役会議で、あの大事な重役会議のとか居眠りばっかりしてて、宴会で私が言った冗談ばっかりに採用するのか。そういう時の方が頭が冴えますから。大腸菌からどうやったら純金が取れるんだ。どっかにこの通じるとこがあるんだ。失礼いたします。私はこれで社長の元から去らさせていただきます。静岡工場の件だけご報告申し上げます。静岡の第三工場であります国鉄のダイヤからダイヤモンドを取る。それはいつ行ったんだ。民主的なこと。いつ行ったの、それ。私は。それはこの間社長があそこのバーでわーっと言ってて。どうやったらあのダイヤからダイヤモンドが取れるんだよ。出てけ。この会社がな、倒産して死なくても貴様クビだ。7回生まれ変わって貴様恨んでるからな。ここで言ってます。しかし倒産の兆候には貴様だ。いえ、すみません。これは申し上げて晒させていただきます。本当にこの会社を倒産なさしめたのはあなたのご家族でございます。貴様、この子にやってたんですか。社長、本当私の家族は何したんだ。あなたのお坊ちゃまと奥様がこの会社を倒産させたのでございます。私の息子で言ったらまだ2歳だよ。2歳の子供に何ができるんだ。2歳の子供が誕生を迎えるときにあなたに何とおっしゃったと思う。何が。父さん、それで
倒産したとこ奥さんがお父さんって言ったんですか。それで完全に倒産しちゃったんですよ。井上君、実はね、私は家内に言ったんだよ。父さんって呼ばすのは不吉だからやめようって。だから私はね、息子にはパパ、パパって呼ばしたかったんだよ。とんでもない、パパなんて言ったら会社ファンが取るやん。よもし屋さんにはザブコート応援しますよ、お母さん。おかえりなさい。はい、寒くてもすごく元気で外で走り回ってます。だから冬でも洗濯の量は変わらないんですよ。やっぱりザブがいいですね。頑固な汚れも酵素が劣る。ザブコート。お気に入りの服にニューキーピングしたら行ってきます。喜んで出かけました。パリッと仕上がってのり付けが簡単。そうです、洗濯機でのり付けできるんです。大きなシーツも楽々。パパも決まってこう言います。おろしたてみたいだね。洗濯機でのり付け、ニューキーピング。襟袖口の部分のり付けにはハイキーピングが便利です。はい、ホワイト。ママの背中洗ってあげるの。うん、クリームみたいな白い泡、クリームみたいな白い泡。 Everyday good。 あー、いいお風呂、しっとりしちゃったわ。お肌に優しいでしょ。やっぱりホワイトでなくちゃね。クリームみたいな石鹸、顔石鹸ホワイト。